この動画ではローカルにインストールした LM スタジオに対してビジュアルスタジオコードの機能拡張を通じて直接利用する方法をステップバイステップで説明していきますので是非最後までご覧ください今回はビジュアルスタジオコードで利用可能な機能拡張「Continue」を利用します機能拡張を検索する画面で「Continue」をキーワードにすると見つけれます該当する機能拡張が見つかったらインストールを完了してください すでにこの画面はインストールが完了しています。インストールが完了すると左側にコンティニューのアイコンが追加されます。Visual Studio c o d の画面はこのままで、次は LM Studio のサーバーをローカルで起動します。すでに LM Studio をインストールしている場合、Windows であればタスクトレイ、MacOS であればメニューバーに LM Studio のアイコンが表示されています。そのアイコンを右クリックして、スタートサーバーの項目をクリックして、 ローカルでサーバーを起動してくださいしばらくするとサーバーが起動しますビジュアルスタジオコードの画面に戻ります左上にあるチャットの入力項目の下をクリックしてチャットモデルを選択してください追加をするチャットのモデルを選択することができますここでは LM スタジオを選択しますモデルに関して直接指定することも可能ですが今回はオートデテクトのままで進めますこれで設定が完了しました 実際にチャットの入力項目に質問を記載します。実行します。ローカルで動作している l. L. M. から回答が返ってきていることがわかります。このようにビジュアルスタジオコードの画面から。直接ローカルで動いている l. L. M. にアクセスができました。ローカルのマシンのリソースに余裕があるのであれば。コーディングの支援などさまざまなところで活用ができます。 ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入ったら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。皆さんのサポートが励みになります。そして、この動画が役に立ったと思ったら、知人にも共有してください。それではまた、お会いしましょう。